はい、今日は、はい、久しぶりにまともにギターば弾いてもらおうかなと思って。まともにギターって俺弾いてるよいつも。いやいや、最近はこう初心者向け動画っていうことで、はい、あ、そうそう、なるほど。あの本来の実力通りには弾いてもらってなかったけんね、はあ、曲を一曲まるまる弾くということはなかったよね。そうそう、やっけんちょっと久しぶりにそればやってもらおうと思って、ちょっと資格ば送り込んできて、資格、そうそう、資格ばね、妹弟子ば連れてきたっけ、はい、誰が来るわけ。はい、じゃあ今日も行きましょう。はい、ギタリストの古川忠義です。はい、今日はですね、なんと千鶴ちゃんがゲストでございました。イエイイエイ、お願いします。ありがとう。ゲスト久しぶりやね。そうやね、あなたあのすごい資格を送り込んできたっていうから、うん、はい、どういう怖い人が来るのかなと思ったら、千鶴ちゃん、ちょっとご紹介をいたしますけれども、歌手でございます。もうデビュー何年目になりますね。いや、デビューしたのは高校時代なんですけど、うん、それはユニットでのデビューだったので。はい、なんていうグループでした。グリーングリーン、グリーングリーンっていうグループでね。で、それ全国デビューでしたもんね。そうですね、それは全国デビューでした、ね。で、ソロ活動するようになったのは2016年頃から弾き語り、うん、まあ、まさに先生のところにギターを習いに来始めて、はい、で自分で曲を作り始めてシンガーソングライターを始めたとしてね、はい、やってますよね。はい、今やもう、ライブ配信アプリ17というと、最近17じゃなくて17っていう名前に変わったの、はい、17に変わったそうでございます。17におきまして弾き語り界の女王でございます。この間なんか取ったでしょ、賞を。いや、賞全然その、あの、まあ、17の中で、はい、毎月イベントっていうのがたくさんあるんですけど、うん、まあ、そのイベントの一つに参戦させてもらって、うん、まあ、3位になったっていう。3位でしょ。そうです。いや、もう全国3位でしょ。いや、まあ、でもその月のですね。すごいやないですか。あんたね、簡単にね、うん、その妹弟子を呼ぶとか言うけど、いや、もうあれよ、妹弟子やけん焼きそばパン買ってこいって言ったら買ってくるけんねん。この無礼者が。そんな人やないよこの人。今やもうすごいんやから。あ、そう、あなたよりずっと稼ぐんやった。あれおかしいな。何がおかしなことがあるか。え、でもあの焼きそばパン買ってこいって言ったら。何焼きそば、お前焼きそばパンにこだわるね今日。今日お昼ご飯食べてないけど。知らんよ俺はそんなこと。ということで今日は千鶴ちゃんに来てもらいましたが、何をお前はさせようとしてるわけ、それで。いや、やっぱりね、うん、プロギタリストの、うん、まあ腕がね、ちょっと最近見せれてないなと思って、うんうん、なんか曲はね、一緒にやってもらおうかなと思って、用意してきてもらったよ。ちずちゃんに用意してもらった。そう、用意してきてもらった。はいはいはい、彼女に用意してきてもらって、うん、それをちょっとまあ弾いてもらおうかなと。で、ちずちゃんが歌うわけやね。それもちろん。そういうことやね。で、それ僕伴奏せえと。そう、先生が弾き語りで歌っても、来てもらった意味ないやん。この高飛車な物言い。ね、わかりますか。わかりました。じゃあとりあえずは、はい、どんな曲。はい、あ、これってもう老眼に変えなくて。夜にかける。2020年に大流行りした曲ですね。うん、あ、そうなんや。そうなんや。先生、夜にかけるってご存知ないですか。よっしゃ。夜にかけるって言ったら、あ、そうか、あの今自分は暑いから夜の方が走りやすいんやなとか。そのランニングするのそうなんかなと思うぐらいで。え、違うもんな。夜遊びとか知らんとね。知らん。で、自分夜遊びばっかりしとくせに。そんなこと言うなお前。あ、夜遊びっていうグループなんや。そうです。そうそう。このままのキーでいくの。原曲キーですね。このままでいいのかな。じゃあ、はいはい。どれぐらいのテンポですか。大体結構早いよねそれ。結構早い。どれぐらい、ちょっと歌って。沈むように溶けてゆくように。はい、じゃあちょっとやってみますか。はい、お願いします。はい、じゃあ、はい、ちょっとじゃあ用意しましょう。で、今回は、はい、はいはい、前みたいに、うん、アレンジばしてもらうっちゃけど、はい、コメントで、はい、どのぐらいの時間でお前はアレンジをしとるねんと。
不正をしとるんじゃないかと。本当は前から知ってるんやろと。そうそうそう。その曲を知ってるんやないか。そう。あの、津軽海峡に至っては、うんうん、そんなもの即興でも何でもないと言われとったけ。なるほど。まあ、知っとるか知らんかっていうのはね、うん、ちょっともうこれはもう信じてもらうしかないけど、そうね、時間に関してはちょっとここの、iPad があるけん、はい、これでね、はい、測っていこうかなと。わかりました。はい、今回は思います。はい。はい。じゃあ、開始するときは、やりますって言ってもらったら、これもおっしゃるけん。押してくれるのか。これだけはもう今回やってやる。もう特別やる。うん。これだけはやっちゃうけん。わかりました。はい。では、はい、譜面を見たいと思います。はい。はい。どうぞ。どうで、はい、そこまで飛ばしますか。 OK、はい、そこはいいですか。はい、あああ、3回転調すんの。11分54秒。あ、49、まあ、だいたい12分ぐらい。いけるかな。はい、はい、じゃあやってみましょう。イエイ。はい、じゃあちずちゃんどうぞ。はい、ということで、はい、できたということで、ちゃんと照明もセットさせてもらいました。はい、はい、はい、
意気込みは意気込みか、うん、意気込み、ちずちゃんはどう、いやうん、意気込み歌ったことあるのこれ、 あります、あるんですけど、いやでも、もう単純に私は先生がギターでこれを弾いたらどうなるのかなっていう、もう本当に私が聴きたかったそうだよね、僕もねギター一本で弾いたらどうなるのかなってねどうなるのかなと思っていますね、それはあの不安なほどどうなるのかなみたいな、それやってみんとわからん、本当にやってみんとわからんからね、まあ一度ちょっとやってみますかね、はい、どんな感じかね、はい、じゃあどうぞ、はい、沈むように溶けていくように